どうも松永です、今回はですねヘッドスピードを上げるバットのヘッドスピードを上げるということの技術を少し、やってみたいと思います。でヘッドスピードを上げる練習とは、まあ、いろんなたくさんあると思いますが私が現役の時に特にやっていたものというのをご紹介したいと思います。まず指の力をつける訓練というのがあります。で私はスイッチやったときにどうしてもこう右の手の方の使い方が、うまくできなかったために、まあ、いわゆる訓練としましてですね親指と人差し指そして親指と人差し指の間のところでバットをまず止める。そしてもう一つ小指2本とここでバットを止める。この練習っていうのを大体そうですね1日時間があれば10回ずつそれを左右同時に決してこういうふうになるんではなくてしっかりと支えるこういうで最後のここの時に少し指に腕にちょっとグリップエンドがくっついてもいいですから、まあ、小指から3本でしっかりと支える2本で支える3本で支える、まあ、こういう訓練も、まあ、腕の全体的な指の力プラス腕の全体の力の訓練になると思います。で今は私はこの木製のバットを使って少し重たいバットなんですが、まあこういうちょっと短めのバットっていうのがありますので、まあ、小学生中学生ぐらいだとこういうものから感覚を少しこういう場はちょっともう軽いので早く動かすというようなそういう訓練をされれば指の力と腕の力がついてくると思います。で、まあ、これを前提にして、まあ、その次のステップなんですがまずバットをヘッドスピードを上げるためには、まあ、いろんな方法はあると思います。当然腕を速く使うとか、まあ、もうちょっと腕の力を強くするとか、まあ、いろんな方法はあると思うんですが、まあ、私は、体を全部を使っていかに速くするかということに、少し、こだわっていましたので、ひょっとしたら、難しいかも分かりませんけどもとりあえず私がやってきたことを一度皆さんにご説明します。まず下半身は肩幅ぐらいに開きます。そして下半身の動かし方は左右です。こういう動きです。足はそれぞれこういう動きをやります。反対にとこういう動きです。でこれを中心として腕をまず体につけます。そしてバットを握るグリップの力はいっぱい持たなくていいです。軽く持っていただければ結構です。そして、この時にすでに左右に振ります。上体を左右に振っていきます。いわゆる下半身を左右に振っていくことで腕がついているバットも一緒に動く始めるということですね。でその時に、一番注意点はですねバットの動きなんですけどもバットは無限大のマーク8の字の横の8の字っていう動きをこのまま下に行ってもらいたいわけですよ。そうするとその時に当然下半身は左右動いてますけども無限大で動くときに当然ではこういうリストタンが入ります。こういうリストタンが入って8の字が完成します。これがこのままだと8の字はなりませんのでグリップエンドを回すだけで8の字が出来上がります。注意点はへそのところにある手をずらさないということです。ずらさないということです。この
へそを石でなるべく八の字をリストターンをするということですね。そしてもう一つの注意点は、左バッターであったときに当然バットはインサイドから出るというイメージです。その時に無限大を書くときにはバットが出ていく方向に書いていくということですね。左バッターだったらこういう内からこう書いていくということですね。こういう形です。こういう風な無限大のマーク、右バッターであるとこういう無限大です。こういう逆に入ってくると肩が入ってしまいますので、逆に入る打ち方、動かし方ではなくて内から外、そして戻ってきてまた内から外で、こっちも内から外っていうか、もう左バッターも右バッターも自分の体を中心に内から外、内から外っていうような動きをやります。そして当然最初は下半身の動きで動くんですが、これよく見ておいてくださいね。だんだん動きをやってくると下半身と上半身、下半身とバットの動きが逆になってくるんですね。この逆になった形から体を使ってスイングをするというような打ち方をすると、腕だけのヘッドスピードを上げる方法とか、まあいろんな上げる方法よりも体全部で覚えた方がヘッドスピードを速く上げるということの習得に近づくと思います。ですから必ずまず下半身を左右に振らす、そしてリストターンを入れてへその中心でリストターンをやってあげると、必ず下半身の動きとバットの動きが反対の逆方向になっています。それをうまい具合にタイミング合わせて振ってくると、ヘッドスピードもそうですけども、バットも前に出やすいということになりますので、まあこれはひょっとしたら、難しい、すごく難しいかも知れませんが、こういう練習方法もあるということを今回はご紹介いたしました。